BMW 早草、そして道のくプロレス新作人生の入場です。青いマットが紫に染まる FMW 早草が初めてシリーズ当初の参戦、世界最強ダック決定リーグ、このダックの参戦は全日本のマットに何をもたらすのか、そしてその前を行くのが道のくプロレス新作人生です。合唱深々と頭をこの青いマットに下げました。お面のスタイル、そしてハヤブサ大きく、果たしてその視線の先には何が見えたんでありましょうか。不死鳥フェニックスハヤブサ、そして白装束に包んだ新崎人生が今リング中央。まず新崎、膝をつきます。傘を取って、そして身につけた全てのものをこの数の中にまとめ、今から戦いの準備へ入っていこうというところであります。新崎の視線の先にあるものは早草と同じものなのでありましょうか。注目の一戦になりました。まずハヤブサ新崎人生がリングインです。対するタッグはこの2人、去年の開幕2戦目草は木山組から18金の金星を挙げた木村泉田組であります。前を行くのが泉田純、そして後ろを追うのがジャイアント木村であります。タッグ結成2年目、今日はどういう試合展開をしていくんでありましょうか。同じくエスニック主張のコスチュームに身を包んで、今泉田新崎に合唱の洗礼です。世界最強タッグ決定リーグ戦30分一本勝負を行います。ラオコナイヤ新崎人生、戦うお天の新崎人生ここにあり。230ポンドハヤブサ、ファイヤーバード、いやフェニックスハヤブサ。中コーナー265ポンド泉田ジャム、今日はどういう戦いを見せるか泉田ジャム。400ポンドジャイアントキナー、163キロはどういうことを考えているか。木村、おっと、いきなり突っかかった、いきなり来ました。まだゴングが鳴っていません。今ゴングが鳴りました。いきなりジャイアンツ木村が新崎人生に突っ込んでいきました。そしてリング上、いきなりドロップキック。はやぶさ今ようやく上着を脱ぎ捨てました。胸キック、まだ場外は木村と新崎人生、しかしリングの中にはハヤブサ、そして泉田純です。ボディスラムからイロジンドロップ、上に乗っていきました。97世界最強タッグ決定リーグ戦、今年は1回戦の総当たりのリーグ戦となります。参加10チーム、14大会の中で戦っていきます。そして優勝決定戦は12月5日金曜日、日本武道館であります。新崎が中に入りました。そして2人で投げて泉田、ダブルのキック、それからダブルのフェイスクラッシャー。泉田の顔、ペイントがすでに剥げかかっています。木村にタッチをしました。ジャイアント木村、泉田純対はやぶさ新崎人生、世界最強タッグ決定リーグ注目の一戦であります。放送席にはジャイアント馬場さんを迎えております。馬場さん、はい、まずは早草、そして新崎人生、 FMW、 そして道のくプロレスから来たわけですが、このリーグ戦どういう戦いを馬場さんは期待されますか。あのね、期待というよりもこの早草と新崎ですね、はい、あの泉田木村とレスリングにはならないと思うんですね。その彼らの動きに合わすようなね、
ですからどうやるか分かりませんね。対するジャイアントヒマラ泉田組は去年三沢秋山組から金星を奪って、今年はどういう戦いを馬場さんは期待されますか。大物をね、これだけ大きな体をしてるんですからね、2人とも。そのまかり間違えばチャンスはあるんですよね、あの金星を上げるチャンスはね。壺にはまればやってくれるという。ですけども、まあ、自分たちの壺にはまるということがあんまり見れないんですよね。2人合わせて295キロの巨漢のこのタッグであります。さあリングの中では新崎人生、そしてジャイアントキマラが試合の権利を持っていましたが、キマラが泉田にタッチ、ストマックのあたりにキックを一発ヘッドバット。新崎の薄く刈り上げたこの頭のあたりを持って泉田や投げられた、それでアタックル返していきます。乗り越えて、うん、開脚、おっと側転からのキック、ポーズを決めました新崎人生であります。180センチ108キロ、1966年12月2日生まれの30歳と言われています。ミチノクプロレスからこの世界最強タッグリーグハヤブサと組んで参戦です。さあ後ろから木村が行った場外、鉄柵へ投げたぞ、背中から思いっきり当たっていきました。そして木村がハヤブサを挑発している挑発しています。リングの中では泉田が待っていますが、しかし木村リング下新崎の背中、肩甲骨のあたりに一発二発チョップを食らわせた。さらに後ろから不気味なステップ、腕を持ってコーナーへ。腕に木村汗ばんでいますが、しかし新崎はそれよりも苦しそうな表情を見せています。リングの中では泉田が新崎の帰りを待っています。96年の去年の世界最強タッグでは5位という成績を残したジャイアントキマラと泉田純組、対するのは初登場のハヤブサ新崎人生組です。チョップを食らわせていきました。お、取った、腕取った、そして小上渡りを見せるのか、念仏小上渡り、そして、2周目にそれから行きました、手さぎりチョップを見舞っていきました。全日本プロレスのこのマットで見せました、念仏小上渡り。さあボディースラム、ハヤブサの出番か、ロープインセット、ギロチンドロップの形になりました。ハヤブサがボディースラム、そして、レプロンサイドスワン式、頭がストマック、もう一発ムーンソルト、カマンやった。5分を経過しました。世界最強ダック決定リーグ、ジャイアントキマラ泉田純対ハヤブサ新崎人生。馬場さん、このハヤブサと新崎人生、普段は大きい選手と戦ったことがあまりないということで、この最強タッグ、これから大型の外国人の選手と戦っていくことがあると思うんですが、そのあたりどういう戦いをしていくか、まあ、彼らに勝機はあると。そうですね、まあ、作戦は立てるでしょうからね。お、ダブルのヒップスタンプ、295キロが新崎人生の胸にのしかかりました。でも、まあ、この新崎はね、はい、結構アメリカで仕事をしてましたから、はい、こういう大きな人とも対戦は慣れてはいるんじゃないかと思いますがね。そうですね、アメリカではハクシーという名前で人気を博したと聞いています。その新崎人生、木村が後ろから首のあたりを掴んでいます。もう汗ダクダクです。木村のペイントが体についています。7月25日の日本武道館でジョニー・スミスと組んで秋山長谷組と対戦しました新崎人生、それが全日本のマット初登場でした。うーん、鋭い水平チョップ、そして木村の雄たけび、この脂肪のついたお腹叩いてアピールをしました。
泉田の左の胸のあたりのペイントはもうすでに取れています。その木原、新崎の顔、喉元、左足、象のような大きな足で踏んでいきます。そして泉田の頭を落とした、強烈です。石頭泉田の頭が新崎の喉元に入りました。やっぱりね、この泉田のね、はい、体重がありますからね、この頭突きもすごいんですよね。頭硬いしね。馬場さんも実際対戦されることあると思いますが、この泉田の石頭というのはやっぱり効きますか？そうですね、重たいですからね。重たい、132キロあります泉田俊。大相撲で活躍して91年に全日本プロレスのマットに入門してきました。さあ木原が新崎を痛めつけていきます。おっと、これはすごい。木原の体重が後頭部かかりました。カバーに入った、ハヤブサがフォローに入る。ハヤブサの出番があまりありません。新崎がこの木原、そして泉田と対戦しています。FMW のハヤブサ、そして道のくプロレスの新崎人生。新崎はこのリーグ戦に向けてノーコメント。多分胸に期するものはあるはずです。しかしあえてその思いを自分の念仏に、そして合唱に託していると思われます。新崎人生コーナーに追い詰めました。そして木原から泉田にタッチ、ボディースラム、そして泉田がエルボー、やヘッドドロップ、頭を落としていきました。カバーに入る。カウントは2つです。泉田のペイントはもう3分の2ぐらい取れかかっています。そして速いタッチワーク、木村が中に入っていきました。97年の2月には泉田と組んで、この木村アジアタックにも挑戦しました。去年の夏から泉田とコンビを組んでいます。去年のジャイアン、最強タッグ決定リーグは5位です。おっと、エンズイエ、エンズイエ、木村よろけている。木村、そして早草、早草、木村揺れる。あっと、泉田がここで一発エルボー、そして頭から落としていった。 FMW のハヤブサです。97年チャンピオンカーニバル4月2日の大阪大会、全日本マットに初登場しました FMW のハヤブサです。馬場さん、このハヤブサという選手は何試合か見てこられていると思いますが、どういう選手だと。体が柔らかいしですね、はい、受け身がいいですよね。受け身がいい、ですから少々やられても あんまり答えないんじゃないかと思うんですね。このハヤブサ、伝統ある大会に名を連ねることができ光栄だと、とにかく一戦一戦力を出していきたいというふうに語っていました。自分のマットとは感覚が違う、まあ、とかく興味の対象にはなってしまうだろうが、自分の力を出していくだけだというふうに語っていました。さあ、ドラゴンさんですが、いや、後頭部を落とした。新崎がカバーに入る。新崎がキバラをエプロンして落としました。そしてゲサギリトップ2発。さあ、リング中央、ハヤブサコーナーに登った。トップコーナーからハヤブサファイヤーバードスクラッシュ、カウント1、2、キバラナイスフォロー。10分経過しました。木村ハヤブサのファイヤーバードスプラッシュかわしました。さあ、新崎拝んでダイビングショルダーアタック、カバーに入った。木村がハンマーを落としていきます。さあ、ハヤブサダイビングエルボードロップ、木村ふらつく、エンズイヤ一発、さらにエルボー、2人でダブルのラリアット。木村はモンドで打ってリングした。さあ、ハヤブサブランチャーを見せました。さあ、リングの中新崎人生コーナートップに登った。ダイビングヘッドバット、さらに勢いをつける新崎人生、逆のコーナーへ登った。トップコーナー、もう一度ダイビングヘッドバット。泉田動けません。お、そして今度は青コーナーにも登ります新崎人生。もう一発食らわせるんでありましょうか。しっかりと拝んで、そしてダイビングヘッドバット、
ピクッとなりました。カバーはカウント3、カウント3 FMW 早草、そして一度プロレス新作決戦、世界最強ダック決定リーグ開幕戦制しました。勝利を収めました。全日本プロレス中継サーティー、この放送は東京プロレス総合の